今日も田野さんは上手でした。捉え方とか扱い方がすごく的確だし、うん、丁寧だし、うん、そういうところがすごくいいと思いますね、はいはい、ありがとうございます、はい、下手な人ってどうしてもこう余計に動かしちゃうとかね、うん、力がね分散しちゃうとか、あとやっぱこう、あ、そう、ちょっと今の置き方雑だなみたいな、なんかと持ち方、あの扱い、体への扱いの配慮が足りないみたいなのがよくあるんですけど、はい、その辺がすごくなんかこうふわっとというか、優しいこうやり方、効かすとこは効かすんですけど、痛いとこは痛いんですけど余計な痛みとか不快感っていうのは全然なく、はいはい、で終わるとスッキリしてるというところが、はい、あれです。それで私あの妊娠してて9月をめどにですね、いっぱい9月いっぱいで公式な営業っていうのはおしまいになるんですけれども、お店開くので丹野さんにお店をねちょっと、はい、あのスペースを貸すことにしました。はい、はい、だから丹野さんは日曜とか木曜っておっしゃってましたっけ、はい、そうですね、木曜と日曜は割と1日フリーで使えるんで、うんうん、まあ、その時に予約を入れてもらえれば、うんうん、このリラクヤでちょっと場所を借りて自分のお客さんを取ろうかなと思ってます、はい、予約方法とかちょっとまだはっきりしてないですけど、はい、お店が開くので丹野さんにもうお家近いですし、はい、今丹野さん の借りてるところですと、はい、商売が できないっていうのが、ね、そうなんです、うちでは商売できないので、はい、あるので丹野さんの受けてみたいなっていう方はリラクヤで受けられるようになりますよ、はいはい、またその辺もね、はい、今後ちょっと話を決めていって、はい、予約方法ですとかね、はいはい、営業日時などについて、はいはい、また詳細分かり次第お伝えしていきますので、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、See you。 気に入りましたらチャンネル登録グッドボタンをお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。